こんにちは、かくすかです。キャット&ゼイアザーライブズやっていきましょう。続行2章に入ったんですよね。あ、こっからか。ありがたい。ちょっとね、間が1、2週間ほど空いちゃったから、ちょっと復習のため見せてくれたい、ください。ママもうお腹いっぱい。猫ちゃんとここで遊んでいい？後になさい、ハニー。遊ばせでやったらどうだ。悪いけど、有害な微生物がうじゃうじゃついてるから。あの、おちびさん用の宇宙服を買ってやりなさい。地球の病原菌と接触した場合に備えてな。笑えるわ、父さん。何歳ぐらいの頃だろうね。ふふふ。豆投げたやつか、そっかそっか。父さん、子供に野菜を飛ばすのはやめて。あの宇宙人が地球の豆に免疫があるかどうか確かめたくてな。まあ落ち着いて、モンアムール。どうやったら落ち着けるのよ、父さんが野菜を。モンアムール？ああ、そっかそっか、役者の話か。いつからフランス語を話すようになったの？本当はディナーの後に話すつもりだったけど、しょうがない。おほん。みんな知っての通り、僕の夢は俳優になること。俳優、フランス語でアクチュールと呼んでくれても構わないが、そのために注いできた情熱と努力がついに報われた。この度、私が主役として演じますのは元軍人にして、昼は抗生物学者、夜はワインの専門家、アレクサンドル・ギャロン。グローバルスタジオの最新作、その名も恐竜目次録。恐竜目次録。いや、もう驚いた。いい意味で。おめでとう。恐竜映画？なるほど、それはすごく。というか、超クール。超クール。身内からセレブが誕生か。いずれね、ジョナサン。あ、ドクターの方が背ちょっと低めなんだね。あ、でも帽子と場所の差かな。いずれそうなることを願って。キャッチフレーズみたいなのあるのかい？ちょっとやってみせてくれ。失敗だって。いいかい、モンアムール。愛にしろ、戦いにしろ。ドクトゥール・ギャロンは誰も失望させない。この頃はね、ほのぼのとしていたんだな。あ、ヤムにはほんと失望させられる。なんで？あいつの日課は、ベッドから出て1階に降りてくることだけ。あ、それ、見ろっていうことだな。あ、やった。どうしちゃおうかな、これを使って。こらん！あ、立ち転がしちゃった。誰が来たんだい？あ、お友達だな。父さんのお友達。こっち行ってくれる？さっき、口紅を転がしちゃったけど。パンケーキ？カーマイケルさんが作っているな。一体何のお祝い？俺はただのパンケーキじゃない。カーマイケルケーキだ。このレシピの著作権を申請しないと。おお、なんかすごい美味しそうなのが詰め上げられているな。ジョナーさん、慣れない冗談まで言って、今朝は一体どうしたの？雪でも降るの？真面目そうだからね、この人。冗談はあんま言わないんだろうな。だって家族が一堂に会したんだぞ。それ以外の理由があるかい？ああ、何にしろ。セントパトリックの日の魔女よりはな、マシな匂いだ。シロップを作るのを手伝ってくれるかい？え、シロップ作ってるの？ここにメープルシロップあるけど。わかった。髪束ねてね。
地面を転がしていくんだろうな。大と小があるんだけど、あ、そしたらメテオのチェ楽チえ、ネクロスローやってるの？グランドマスターランクだよ。グランドマスター？嘘でしょ？すんご。ケルトに飛び道具は効かないよ。お、ゲーマー同士が仲良くしている。嬉しいね。これをなんとかするだろうから、とりあえず、パラディの範囲攻撃を使って、ちょっと指示しすぎじゃない？どうかな？そう、アドバイス欲しいタイプ。今のはゲームデザインが悪いね。すごいもんね、ドーン作ってるもんね、ゲーム。ああ、パンケーキだ、いいな。で、そうそう、ドクターカーマイケルさ、電話してる時に不倫かって言ってたけど、後で見直したら、あれだったね、ベス。この子の友達。この子の友達が、なんか心配していることを、考えすぎだよ、的な感じで言ってたんだよね。うん、だから、そうだな。娘さんの友達から電話がかかってきたっていう感じかな。じゃあ、コロコロー。ダイ。パーン。コロコロコロー。あれ、ちょうどいいところにできないかな。不穏な音楽が流れたよ。あー、ヤッホーウィル。ウンガバンガ、私は偉大なシャーマン、精霊の支配者。ホンガホンガホンガって言ってる。ちょっと坊ちゃん、お母様に見つかる前に顔を洗ってらっしゃい。そうね、怖いからね。ほら、セレたち、またねー。またねー。セニョーラ・シャーノン。これはあなたのですか？はい？あなたの仕業ね。このロダン・トオリオがキャットフード何袋分か分かってる？あなたには手の出ない値段よ。うん、何円でも手は出ないだろうな。カウンターの上に置いといてもらえる？いやいやいや、そこ、そこ、余裕よ。あの、セニョーラ。ん？申し上げにくいんですが、心配なことがありまして。何？どうかしたの、ヌネさん。あの土地、悪い予感がします。あれは邪悪です。そうそう、あの土地のことだが。あ、カールさん。どういう意味？ヌネさん、あまり申し上げたくありませんが、 Not to do look bleed as oro。 なんだなんだ、なんですって。あ、他の人に聞かれないように別の言葉使ったんだ。私が知ってるスペイン語は今ので全部。輝くもの、必ずしも金ならずと言ったんです。おう、スペイン語のレッスンありがとう。とりあえずみんなのコーヒーを入れるわ。あの土地、なになになに、カールさんどうした？カールさんが置いてかれてる感じがしてるな。どうした？ダメ。あ、ヌネさんに怒られない？よしよし、反対側に転がしていこう。あ、そっちに転がっちゃった。あ、ごめんなさい。何、君のかい？ん？何？また？アスペン、泥棒猫みたいな真似はおやめなさい。あ、お母様が、おばあ様がいらっしゃるぞ。そもそもあなたの毛色には合わないし。あ、そっちによく。ちょ、ポケットに入れたら？A の土地どれくらいの価値があると思う？上等証書の話はもうたくさんよ、ジョナサン。
君も知っての通り、そろそろベンツを買い替えたいと思ってて。どの話聞いてる？あんたお金いっぱい持ってそうだけどね。え？その、まさにその件なんだが。そろそろできるぞ。え、どうしたの？カールおじさん何を言いたいのか。シロップを頼む、ミセス・カーマイケル。ミセス・メイソンの方がいいっていつも言ってるでしょ？あ、そうなんですね。ああ、え、気になる。電話するってマダムはそう言ってた。電話が来る？あなたは彼でそうやって笑ってなさい。どうしたんです？電話するって、マダムがそう言ってた。電話っていうことは霊的なものじゃないな。ウィニー、あ、やられた。マーレーさんやるな。じゃあコロコロ。あ、ごめんなさい。楽しかったパパ、もう一回やりましょう。楽しかった、それならよかった。じゃあな、これあなたの知らんぷりしてる、知らん顔してる。アースペン、なんなの。今朝はみんなが私を怒らせようとしてるの？みんなが、なんかご機嫌に作ってるのが嫌なのかな。アデライン、そんなくだらないことする時間があるってことは、歴史の宿題は終わってるんでしょうね。まだだよ、あと1日あるし。ドンおばさんがクールなアドバイスくれるから。あなたの言うクールなことが人生の役に立つといいけど。シャナも一緒にやってみたら？ゲームはストレス軽減にもってこいだよ。ストレスが溜まってるように見える？見えるなぁ。適当なこと言わないで。宿題はちゃんとやるから。それと母さん、チケットはもう買えた？いいえ、アディ、残念だけど今はタイミングが良くない。予定より長くここに泊まることになりそうだし。残念。冗談でしょ？ずっと前からベスト予定立ててたんだよ。あ、それで電話が来てたのかな。ずっと待ってたからってあなたに何かの権利があることにはならない。信じられない。あ、悲しいだろうな、友達との旅行なくなったら。アデライン、アデライン、食欲なくなっちゃった。どっちみちグルテンは取らない主義だし。あら、サントムニカのビーチに行くの？置いてかないで。あーセーニョーラ、走り回らないでください。アーディ、めちゃくちゃだ、家族。できたか。もったいねえから、俺がかわいそうなパンケーキを平らげてやる。ああ、めちゃくちゃだな。全部焼けた。うまさ爆発、カーマイケルケーキだぞ、みんな。え、食べたーい。ただし、気をつけて。みんなはどうした？家族揃っての朝食、そんな望みすら叶わないの。そうなのよね、シャノンさん、なんかトゲトゲしい感じで言ってるんだけど、なんだかんだで家族との交流を大切にしたいとは思ってるっぽいんですよね。待ってくれ、これだけ焼くの大変だったんだぞ。私食べたいです。うわ、美味しそう。バンが少し話を聞いて。え、聞かせてください。ここにアスペンがいますよ。話し相手になりますよ。ダメですか？猫ではダメですか？ダメだったらしい。あ、なんかすごいロード画面が変わってる。虫追っかけてる。どうしよう。みんなあっち行っちゃった。すまない、話を聞いてくれ。あの土地の価値はあまり期待しない方が。土地が売れるってことでテンション上がってるんだな、カーマイケルさんは。それを喜んでることにシャロンさんはやっぱり、シャノンさんはやっぱり嫌なんでしょうね。スターン先生、
ちょうどいいところにシェフが作ったカーマイケルケーキをぜひって電話してるけど、なんだって？本気で言ってるのか。今からそっちに行く。その記録とやらを自分の目で確かめなければ。一枚どうぞ、途中で食べてください。ああ悲しいな。お一ついかがですか？いや糖尿病なもので。あ悲しいね。いや、ホットケーキ冷凍できるから。ああ。ホットケーキ冷凍できるから。取っとこう。え、どうしよう、どっちについていくか。でもやっぱ、カールさんの話気になるよね。あ、開けっぱなしにしてくれなかった。で、ここは電話のない、あ、違うか。はーい。じゃあ。ああ、カーマイケルさん。しょぼくれてしまった。元気出させてあげたいな。これはなんかおどけてみせようよ。ちょっとこすりこすりしてさ。ダメか。いけるとこあるかな、どっかに。あー寂しいね。可愛くなってきたな。かわいい。あっ、これは誰だ？リアムに見えるような見えないような。ん、アディ、ヤッホー。こすり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 。今はやめて、アスペン。あ、ごめん。これは何？あ、そっかそっか。ちょ、そっか、旅行に行けないってことになってすごい寂しがってるのよね。ごめんごめん。オンザロード。道調べてたんだな。旅行の計画？オンザロード、ジャック・ケルアック。いや、作者が書いてあるってあるってことは、やっぱ普通の本だな。小説か何かかな。こっちは？これは？バークニー政治哲学。G.P. マクシモフ。え、政治哲学。難しい本読んでる。ごめん、アスペンの手がついてる。細かいな。わかった、ごめんね、アディ。え、じゃああの影を、あれ追えない？あ、これ何？しおりがあるよ。なんだなんだなんだ。誰誰？カールおじさん。え、別の過去だな。神、ウリエルさん。ウリエルさん知らない。神と人間、エジプト神話。実の息子がこんなおとぎ話にうつつを抜かしているとは。お前はこの仮名の重みを理解しているのか？お前の双剣にかかってるんだぞ。もう子供じゃないんだ。バーナードさんかな。メイソンの一員としてふさわしい振る舞いをしろ。うの息子、ウリエルさん、喋らないかな。お前が崇拝すべき神はただ一つ。え、バーナードさんっぽいな。崇拝してるってことは。うん。一方で、アールはその危険な旅路の果て、東の空の遥かな高みにあり、地そのものすらも超越した場所として、いみじくも葦の地と呼ばれている。それは極めて純粋な光による穏やかな支配の恩恵を受け、天の常しえなる祝福を体現する象徴となった。カーという建築上学的概念、全エジプトを包む精神的本質の象徴ともなったのである。R は変な旅路の果てにある高い場所のことなのか。うん、うん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 。カーという概念、エイスポドを包む精神的創
象徴ともなった。ここはよくわかんないんだけど、 R はカーと呼ばれているのかもしれないし、ちょっとよくわかんないけど R は、まあ、天国的な素晴らしい桃源郷的な場所だね、きっと。わかった。エジプト神話に詳しくなっていくぞ。おっ、アドーン。おじいちゃんの本棚を調べてるところ。あ、調べてる感じね。それに興味を持ってではなく、あ、いや、好きなのか。クールなジャンルの本がたくさん揃ってる。オカルト、神話、アナーキズム、ディープエコロジー、何でもある。ここにあるのは蔵書のほんの一部だね。もっと面白い本がたくさんあるよ。おじいちゃんにこんな一面があるなんて母さんから聞いたことなかった。あなたのお母さんはこだわりが強いから、特に昔の話については。どう、おばさん。うん、昨日のあの箱のことだけど、あの少女が入ってた箱。うん、別のものも入ってたでしょ。え、映写機用のスライドだね。あなたのおじいちゃんの写真だと思う。本当に？あのスライド誰かが見そうな気がする。なんでかな。おばさんが魔女だから？それも誇り高き魔女だから見ようっていうことだね。わ、いいな、この二人の友情ではないな、親族の。ね。ちょ、ほんとすごい。このミハイル・バクニーンって人のこともっと知りたい。アディ、あなたはとても頭がいいね。ありがとう、とおばさん。お世辞じゃないよ。いいな、もう。やっぱりなんか二人で話してる姿いいなぁ。どこを撮っても結構。くぅ。なんか鼻が詰まったもん。こう、泣く前の前兆のね、鼻詰まりが発生しました。いいなぁ。音楽がまた盛り上げてくれるよね。この二人は趣味が合いそうだ。仲良くしていってほしいな。赤ちゃんが泣いてる。大丈夫か、赤ちゃん。大丈夫かな。これなんだ。 You think you can iPhone me best? 無視できると思ってるの。あ、ね、なに。 Best? You think you can ignore me? あ、え、これはメールは来てる内容？ベスに対して送ってるやつだな。あなたは私のことを無視できると思ってるの、ベス。なになになに？赤ちゃんが泣いてるけど行けないからこっちに人を呼びに行くのか？泣いてるよ、すごい泣いてる。ちょっと、窓から行かせてもらうぞ。どうした？あー、閉まっちゃった。大丈夫か？赤ちゃん！赤ちゃん！一緒にいる？あ、よかったよかった。あ、よくない。よくない。泣いてる中何してるんですか？晩中夜泣かしてたね。まあ、夜泣きしてたね。どうしようもない夜泣きなのかな。ちょっと見てくれ。うん。いってらっしゃい。勘弁してほしいよ。ただでさえ頭が痛いのに。その前にちょっと休ませて。まあまあ、近くにいるならよかった。すぐ行きますからね。うん。また始まった。うんうん。私の顔見なかった？ヘビメタバンドのボーカルになれそう。
すぐ行きますからね。転がそう転がそう。あ、よかったよかった。それだけじゃいかんよな。はよ。いやでもどうなんだろうな。私子育てしてないから何とも言えないな。どのくらい見なきゃいけないのか。泣かせとけば落ち着くっていうこともあるかもだしな。あれ、あ、なに隠れる。そろ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 、あ、揺らしてあげる。なんて優しいんだスペーン。泣き止まない。どう？ダメっぽい。え、ガウン見なかったって言ってるからガウン探せばいいのか。そうでもないか。いや、ガウン探すのか。違うか。よいしょ。あヘビーメタバンドのボーカルになれそう。よいしょ。揺らしつつ、揺らして、あ、揺らしてる間できる。よし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 。よし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 、同時に。よーし、オッケー。よかったね。ん？静かになった。私まだベッドから出てもないのに。超能力みたい。すごい。すごいのは君さ、ゴージャスだ。特にここから眺めると。あらあらあら、と、おいとましましょうかね、ギアム。もうみんな起きてる。こんな、ひぃ。いいんじゃないですかね、夫婦仲がいいのは。ダーリン？にしないでいいのよ。参ったな。本当に気に。それ以上は言わないでくれ。え、なに？なんか、あ、お腹が空いたね。あまり考えないことにしよう。お腹空いた。お腹空きましたので、ちょっと扉開けてくださいませんこと。お腹空きました。お腹お腹空いた。ご飯にありつけたら今回終わりにしよう。ご飯、マイキャットフードをください。キャットフードをください。おーい、おーい、お、なんかいいって言ったよ。開いた。あ、いけるいける。お腹空いた、お腹空いた。ウィル、こんにちは。でも、お腹空きすぎているよ。あ、お腹空き、あ、シャボン玉だ。いったん。お腹空いた。シャボン玉割らないで。ごめんね。お腹空いた。待って。この右下のロード画面の箱はあれかな？前回見つけた少女が入ってた箱かな？あー、美味しいわー。あ、なに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 ？お父さんかな？おじいちゃんかな？リアムっぽい感じするけど、おじいちゃんだろうな。よし、というところで今回は終わりにします。どうも、ありがとうございました。個人的にはね、アディとドーンの関係が好きでした。続きもね、どんなストーリーになるか楽しみです。ありがとうございました。